はい、こんばんは、えー。本日この回はですね、えー、総選挙の情勢ですね。えー、これはね、えー、自民党と公明党でですね、えー、今この自公の連立政権ですね、これで過半数が取れるかどうかですね、まあ、過半数というのはね、衆議院の場合233議席なんですね。えー、これをね、えー、獲得できるかどうかということで、 これがね、どうも難しいんじゃないかという予測がね、増えてきましたね。増えてきました。えー、これはね、日々を追うごとに自民党の支持がですね、どんどんと減っているんですね。うん。で、僕はね、この、えー、解散総選挙をね、えー、まあ総選挙を、まあ工事前後からですね、事項は過半数割れするのではないかと。 というふうに言ってきたんだけども、これね、当初はね、自民党単独の過半数割れですね、えつまりえ、自民党と公明党を合わせての過半数割れではなくて、自民党だけで過半数をね、自民党単独で過半数を割ると、そういうね、予測が多かったんですよ。ね、そして、この自民党と公明党を合わせてえ過半数割れという予測はね、あんまり出ていなかったんですよね。まだ少なかったですよね。 うん。だけどもね、まあ僕はね、まあ当初からこれ過半数割れするのではないかというふうにですね、予測していたんですけども、ここに来てですね、あのー、この事故で過半数割れという予測がね、増えてきましたね。うん。つまり日を追うごとに自民党に対する支持はどんどん減っているということなんですね。これはね、今ね、この主要メディアで 自公、自公で過半数割れを出しているのは、朝日新聞と産経新聞と共同通信なんですね、うん。その世論調査がそういう結果を出しています。そしてね、自、え、公、ー、で一体どのぐらい行くのかという、ね、数字ですね。えー、これさっきも言ったようにね、過半数というのは233議席ですよ。233議席ね、うんで。それに対して、 朝日新聞はですね、えー、225程度、225議席ですね。それから産経新聞は218議席程度という表現ですね。そして共同通信はですね、えー、与党過半数確保は微妙な状況という表現ですね。うん、これは数字じゃないんですね。うん、そういう表現でした。 というようなことでね、これはね、事故を過半数割とね、えー、するね、この世論調査、予測、それが主要メディアでもですね、えー、多くなってきましたね。うん、どんどんね、つまり、日を追うごとに自民党の支持がぐーっと減っているということですね。うん、でこれがですね、まさに投開票ですね、27日ですね。 27日までに、これがまたどうなるかということですよね。うん。そしてね、この、自民党ね、ま,あ、まず、自公がですね、自公を合わせて、関数割れ、ね。そして、えー、さらに自民党の議席がですね、これね、すごくね、少なくなってるんですね。うん。ね。これ、朝日新聞のね、予測ではね、えー、自民党ちょうど200議席ですよ。200議席。 現在247奇跡ですからね。うん。で、この200奇跡っていうのは一つのね、ポイントですよね。うん。これはね、200奇跡もし割るということになるとですね、まず何と言っても、石破さんの責任問題ね。まあ、これがね、あの、大きくね、出てくる可能性が強いですね。うん。大きく出てくると思いますよ。そしてそれと同時にですね、事故をね、合わせて、えー、関数割れですから、 これはね、あの、まさに正解再編。これは間違いないです。正解再編をね。というのは、まず、あの、最低でもね、少なくとも、この、電立政権の組み替えは起こりますよ。組み替えね。うん。例えば、この自民党公明党に合わせて、自民党と公明党と合わせて、例えば維新であるとか、あるいは国民民主であるとかですね。そういうね、まあ、それがま、それがですね、 えー、連立与党の方に入っていくということですね。うん。で、これはね、例えば、閣僚に入らなくても、閣外から協力するという形もあり得ますよね。でも、その形でもいずれにしても与党化するわけですよ。ということで,で、正解はね、すごいね、流動化する可能性がありますね。うん。でね、非常に大きく流動を、流動化するとすればね、するとすればですよ。 まずね、考えられるのは、ですね、まず考えられるのは、えー、自民党はね、分裂してしまうというね、可能性ですよね。うん、これ、高市さんなんか非常にそのね、要因になり得ますよね。うん、それから、えー、それと反対にですね、もう一つ考えられるのはですね、これね、今、立憲民主党の選挙担当ね、小沢一郎さんがやってますよね。で小沢一郎さんは、えー、この細川連立政権ですね、 これをね、あの、樹立した一人ですよね。中心人物ですよね。うん。でね、細川連立政権の時も、今回とね、ほとんどね、似たような状況だったんですよ。つまり、あの時はね、八回派だったんですよね。野党が八つに分かれていたんですよ。なんだ、これはまとまんないだろうと思われていたんだけども、まあ、はっきり言えば、小沢さんのね、一括でですね、まあ一括というのはね、つまりこれできるじゃないかと。我々自民党を上回ってるじゃないかと。 ね、まとまればね、政権交代だっていうね、その一括で一声でみんなまとまっちゃったわけですよ。今回もその可能性がなくはないんですよ。なくはない。つまり、事故をね、事故を合わせて連立割れですね、起こる、連立割れを起こす可能性が結構高いんですよね。でそうなった場合に、二つのパターン考えられて、維新、あるいは国民民主が自民党の方に行っちゃう。 ね、そのパターン。で、もう一つは、ね、小連立政権ができたようにですね、小沢さんの一括でね、我々でね、これ政権交代を起こせるじゃないかということで、ね、国民民主も維新も合わせて野党の方に来て、新しい政権を作ってしまう。この可能性もね、あるんですよ。ということで、これね、非常にね、この嵐の前の、っていうかな、うん、 大波乱の前、前夜ですね。これね。大波乱の前夜という感じがしますね。うん。これはどうなるかということですね。うん。ということでね、まずこの情勢ね、見てみますね。これね。まずね、一番新しいのはですね、今日出ました。22日ですね、共同通信が出したんですね。えー、っとね、えー、見出しがね、衆院選、与党過半数は微妙。自民苦戦、単独割れも。 というね、ことですね。うん。で、共同通信がね、えー、20日と21日の両日ですね、全国の有権者19万人をね、対象に電話調査したんですね。で、それプラス、この取材を加味して、えー、この終盤情勢、これを探ったんですね。うん。そうしたところですね、まずね、まず自民党単独では、えー、このね、 衆議院定数465議席ですからね。それの過半数233議席を割る可能性があると。もうこれはね、はっきり言って可能性があるどころか、もうこれは確,確実だと思いますね、うん。自民党単独ではね。そしてさらに共同通信が伝えているのは、公明党も伸び悩んでおり、与党過半数確保は微妙な情勢だという表現を使ってますね。うん 微妙な情勢だということですね。うん。与党でね、過半数取るのは微妙な情勢だということですね。うん。それがね、まあ共同通信はね、そういう見方ですよね。うん。朝日新聞はじゃあどうかということですよね。うん。朝日新聞はね、これはね、えー、20日にね、世論調査出してるんですね。終盤情勢ね。朝日新聞はね、これね、えー、っとね、 19、20日と調査してですね、全国約36万人ですね。これ共同通信よりね、かなり多いですよね。共同通信は19万人だったかな、えー、?19 万人ですよね。朝日新聞は36万人の有権者を対象に、電話とインターネットで調査したということなんですね。僕もね、まあもちろん、もちろんっていうかな。朝日新聞にね、あのー、所属していたので、ね。そして、えー、僕はね、まあ地方時代ね、 中央支局時代ね、この選挙を担当したことがあるんですよね。総選挙ね。うんえー、そして、その選挙を担当しているとですね、この世論調査ですね。まあ今回ね、紹介しているような世論調査ですね。まあこれについてですね、なんていうかな、あのー、まあ、いろいろとですね、そのノウハウなりですね、えー、そして内部的にどういうね、 あの、表現を使っているかとかですね。それが、ああですね。もちろん全部知ってるわけですよ。ね。そしてね、その正確性についてもね、まあよく知ってるんですよ。僕が担当した選挙区でね、こんなに当たるものかと思いましたね、うん。本当にね、すごく正確です。うん。世論調査ってのはね、やっぱりね、正確に出るんですよ。意外にね。うん。自民党の調査もかなり正確だっていうね、ことなんだけども、 朝日新聞の調査もね、これかなり正確ですよ。僕があ選挙を担当した時にですね、実感したことですね。うん。で、その朝日新聞の調査によるとですね、えー、まずね、えー、大きい柱はね、こういうことなんですよ。えー、と、まずね、自民党公明党の与党は、過半数233議席を維持できるか微妙な情勢だと。まあ、これ共同通信と同じ表現ですよね。 そして自民党は公示前の247議席、つまり現在247議席なんですよね。それから50議席程度を減る見通しだということなんですね。あこれが一つ。それから二つ目は、立憲民主党はこの工事前、つまり現在の98議席から大幅増になるという表現を使ってますね。そして三つ目は、 国民民主党と令和新選組に勢いがあるっていうね、という情勢なんですね。うん、そして公明党はですね、工事前の32議席からせい減らして30議席を割り込む見通しだっていうんですね。うん、こういう表現なんですよで。それをね、具体的な数字でね、ちょっと見てみますとですね、 朝日新聞はね、その表も出してるんですね。うん、具体的な数字で出してるんですよ。えー、っとね、そうするとね、まずね、自民党から紹介しますとね、えー、現在は247議席なんですよ、自民党ね。うん、だけども、えー、っと、ほぼ200議席、この数字を出してます。47議席弦ですね、200議席です、ちょうど、うん。200議席ジャストですね、自民党はね。 うん、そして朝日の場合はね、えー、上限と下限というのをね、あの出してるんですよ。上限,下限ね。えつまり、自民党の場合で言ったら、まあ、中心値は200議席なんだけども、えー、これ議席をね、取ることができれば、取ることができれば、上限は217議席までということですね、うん。うまくいけばね、自民党にとってね。だけど下手をすれば、 自民党にとって下手をすれば、加減が184議席だって言うんですよ。ね。184になったらこれ大変ですよ、これ。ね。だけど、可能性としては出てきてるんですよ。加減ということでね。うん。ね。184議席になったら、石破さんはもうこれ、あのー、内閣を続けることはできないですね、これね。うん、まず。ね。そのぐらいもうギリギリだということですね。うん。 そしてね、じゃあ公明党はどうかというとね、この自公連日ですからね、今ね、公明党は、公示前が32議席です。そして、えー、中心地が25議席です。つまり7議席減ですね、25議席。とするとですよ、自民党の中心地と公明党の中心地を合計すれば、225議席なんですよね。225議席。ということは233に、 足りないわけですよ。225ですからね、うん。8議席足りないわけですよね、うん。そうなるとかなり厳しいですよ。かなり厳しいけども、朝日新聞の予測ではそうなる可能性が高いんですよ。合計で225議席しか取れないということですよね。うんねうん、これはね、かなりきついですね。うん、ねでねもう一つまあ参考で言うとね。 えー、上限ですね。えー、つまりね、えーまあ、可能性としては取る可能性もある。さっき言った自民がね、217。公明党が33という可能性があるんですよ。そうすると合計するとね、250議席なんですよね。そしたらね、もうかなり安泰ですよ。ね、そうなっちゃいますよね。それから反対に加減というのがあって、ね、加減。さっき言ったように自民党が184議席ですよ。 公明党はね、17議席なんですよ。そうすると合計すると、おー、これ190じゃない、201か。201議席ですね。201議席。これはもうね、自公連立政権も、もうあっという間に吹っ飛びますよね。あっという間に吹っ飛ぶ。ね。あっという間に吹っ飛ぶし、そういうね、そこまで少ないんだったら、維新国民民主はね、くっついていかない可能性が、ね、高いですよね。そうすると、 それこそ本当に、本当の政権交代になりますよ。細川連立政権と同じことになりますね。うん。で、一番可能性があるのは、さっき言ったように、中心地の225議席ですねで。これがどうなるかね。2 2百二十5だと、8議席足りないわけですからね。そうなると、まずね、無所属ですね。 ここからね、どれだけ、えー、この事項にですね、入っていくかですね。これ要はね、あのー、非公認の人がですね、非公認ね、うん、あのー、結構いるじゃないですか、自民党ね。うん、で、これがですね、どうなるか。ね。だけど、非公認のうちですね、えー、確か非公認11人ぐらいいましたよね。あ10人かな、10人。そのうち、 その8議席取れるかどうかって非常に厳しいですよね。非常に厳しいですよね。特にツンパ高木さんとかね、非常に厳しいでしょあそこら辺はね、うん。なのでこれはね、ちょっとどうなるかっていうことですよね。うん、でそうなると、まさにさっき言ったように維新と国民民主がどう出るかということですよね。うん、そんなような構造、構図ですね。 うんね、じゃあね、産経新聞はどう見てるかということですね。産経新聞。産経新聞はね、えー、っと、産経新聞社と FNN が合同で実施した衆院選の情勢調査ですね。これで結果的には事故を過半数割れとなる可能性があると,ということですね。そしてその場合、連立政権の再編を含む 正解の混乱は避けられないと。というような見方ですね。うん。ね。で、産経新聞がね、産経新聞が指摘しているのは、事故を過半数割れの場合でも、政権交代が起きる公算が大きいわけではないと。まあ、これはま、これは全くその通りですね。公、う、算、ん、が大きいわけじゃないんですよ。可能性があるということですよね。うん。というのは、これ産経新聞が言ってるのは、 立憲民主党単独ではね、過半数に遠く及ばないということですね。うん、そして、えー、この衆院選後のね、特別国会で、この主犯指名選挙がありますよね。そうすると、野党が一致して立憲民主党の野田義彦代表に投票するとは考えにくいということですね。うん、これはまあ確かにその通りですよ。ね、確かにその通りですよ。 ね。まあ、維新と立憲民主党ってのはね、これまあ、すごくね、えー、もう違う、我々は違うんだということをね、鮮明にしてるわけじゃないですか。それから共産党もね、今回立憲民主党と142の小選挙区でね、競合しているわけですよね。うん。なので、えー、ね、えー、みんなね、まあ選挙が終わったからといって、じゃあ野田さんに投票しようっていうね、そういう言葉をこりにくいですよね。 あでその時に、細川連理政権ができた時のように、小沢さんがどういうふうに動くかという可能性があるんですよね。そこがね、またね、不確定要素でよくわからないところですね。あねうんそこら辺がよくわからないですねうん。そしてね、まずね、この事項でね、この石場さんはね、 この、勝敗ラインとしてですね、メディアに言っていたのは、自公で過半数取れるかどうかっていうね、ことを言っていたわけですね。うん、でそうなるとね、えー、まさに自公で過半数取れない場合ですね、まあ、取れない可能性が結構出てきたわけですよね。そうなると、石破さんに対するね、この責任論ですね、これが自民党の中で強まってくると、ということですね。うん で特にですね、これはね、旧安倍派ですね。旧安倍派は,はね、まあ、非公認であるとかね、えー、比例の重複立候補ね、これをね、できなかった議員がね、結構いるわけですよね。そうなるとね、これはね、旧安倍派がもう相当ね、あの、石破さんに反感をね募ら、募らせているわけですよね。うん。ね。<laughs> ねなので、これはね、 え、旧安倍派が、え、石破さんに対するですね、え、これかなりの、え、批判のね、先兵になるということですね。ま、とうとう同時に旧安倍派のね、この勢力は、ま、かなり減少してくると。これはね、うん、もう間違いないですね。うん、間違いないです。ね。うん。でね、こういうふうにですね、まあ、朝日新聞、産経新聞ね、それから共同通信。 ま、三社が出したわけですよ。事故過半数割れの可能性ね。うん。ね。で、最初に言ったように、あのー、まあ、工事前後はですね、ね。まあ、えー、事故過半数割れってのはほとんどそういうね、あの数字が出てなかったですよ。ね。主要メディアの間では。だけども、えー、これ日韓現代とかね、えー、まあ、そういうところではね、出してまして。ね。で、僕もね、これも、お過半数割れあり得ると。 いうふうに言っていました。ね。うん。そういう状況ですね。うん。ね。そうすると、じゃあ、過半数割れになったらね、事故が過半数割れになったらどうなるかということですよね。まず、石破さんに対する責任論、これが出てくるということですね。うん。そしてね、まあ、その可能性については何度もね、説明していますけども、まず何と言っても高市さんですよね。 うん、反石場の急戦法ですからね。うん、そしてそこに、ね、えー、これは全くね、えー、何の考えもなくっていうかな、麻生さんがくっついてるわけですよ。ね非常に個人的な恨みで石場さんに対するね、麻生さんが高市さんを支持しているわけですよね,ね。ということで、高市麻生ですね。そしてそこに茂木さんが加わる。 ということで、かなりのね、これ反乱軍ですね、これね。うん。これが動く可能性が、ということですね。うん。ね。うん、そして、えー、まあ、これ当然ながらね、高石さんをね、擁立してくるわけですよね。それがどうなるかということですね。それからもう一つは、これも何度も説明しましたけどもね。石場さんはね、なんていうかな。 あのー、その基盤がね、今、その立っている基盤がね、安定してないんですよね。うん、一見すると安定しているように見えるんだけども、ですね、えー、これはね、まさに、この菅さんね、うん、菅さん。そしてその菅さんのもね、この家を借りるというかね、まあ森山幹事長ですね。うん、ね。これ、菅さんはね、あのー、なんていうかな、あのー、 これまあ見てお分かりのようにですね、ちょっと心持たない状況なんですよね。なのでこれ実際はね、森山さんがね、まあ仕切ってるんじゃないかっていう気もしますよね。うん。それからもう一人これは当然ながら岸田さんですよね。うん。これ岸田、ええ旧岸田派。ここら辺が中心になってねえ、いるわけなんですね。うん。それから旧二階派ですね。まあこの辺がね、基盤になっているんだけども、ね。 だけど、この心から一致してね、あの、石破さんを支えているっていうわけじゃないんですよね。うん。というのは、これね、前にね、何度か説明しましたけども、これね、クーデターのシナリオね、もうすでに描かれているんですよ、一番最初から。ね。この選挙結果見てね、うん、悪かったら、うん、ね、あの、クーデターを起こそうということでね。うん。これはね、石破さんはもうね、はっきり言って、ね、 えー、この指示基盤もですね、全然当てにならないわけなんですよ。ね。シナリオがもう練られていて、ね、今の官房長官の林義正さんですね、これをね、臨時のですね、臨時のまあ首相代理みたいな形にすると。そして石破さんに退いてもらうということですね。そしてここで意外なのはね、意外なのは、 じゃあ、とりあえず、加藤勝信さんにやっていただこうと。というね、名前さえも出ているんですよ。ね。そして最終的には、岸田さんのに再登場を願う。というシナリオなんですよね。うん、ね。つまり、石破さんというのは、もうこれはね、はっきりっワンポイントリリーフだというね、当初からそういう位置づけなんですよ。ね。この岸田、岸田さんのね、 中心としたですね、えー、方たちのね、シナリオではですね、うん、ね、うん、まあ、なんと言ってもね、この、裏金脱税事件の後でね、自民党の支持ってのは相当落ちるだろうと。ね、ということで、まあ実際ね、今相当、まだまだ落ち続けているわけですよね。その中で自民党総裁を引き受けるということは、もうこれ、渦中の栗をね、拾うようなものでね、 本当だったら誰もやりたがらないことではあるんですよ。ね。なので、まず石破さんにその渦中の栗をね、まあ暑いだろうけども拾ってもらおうと、あちちあちと言いながらね、そして、後になっても少し時間を置いてですね、その栗がね、栗,栗がね、あのー、まあおしそうにですね、ちょうどいい温度になったところに岸田さんが出てきて、じゃあ私がいただくからということでね、食べちゃうみたいなね、 そういうようなシナリオなんですよ。ね。うん。そういうようなシナリオなんですよね。うん。でいずれにしてもね、これ、事故を過半数割れになると、もうどういうことが起きるかわからない。この、事故の間でね。うん。あるいは自民党の間で、自民党の中でね。うん。まず自民党はね、分裂含みになってくるという可能性ですよね。うん。 えー、さっき言ったようにね、高市さん、麻生さんっていうね、これ不満を持ってますからね。あるいはそれにね、群がっている安倍派ですよね、うんで。そうなるとね、これは分裂含みであり、まさに高市さんが自民党を出ていく可能性だってね、あるわけですよ。ね。うん、まあね、高市さんはそこまでね、なんていうかな、まあ、単力がね、あるとは思えないってね。思えないんで、 自分でそういうふうにやってね、まあ、新しく始めるというね、そこまでの単力はないと思うんでね、その可能性はどうかなっていう気もするんだけども、ないわけではないですね。うん、そしてそれからね、えー、必ずあるのは連立の組み替えですよね。うん、自公プラス維新、国民民主ということですよね。うん、そしてそれにね、えー反,ねえー、反対のですね、意味で、 小沢さん、小沢一郎さんがね、立憲民主党のね、選挙の実質的な責任者ですからね、うん。これがまたですね、声をかけて、まさにこの政権交代を目指してね、細川連立政権の時のような動きになる可能性もなくはないです。なくはないですね。うん、これは、ここのとこはね、本当にどうなるかわからないところですよね。わからないです。うん。ね。 まあそれじゃあね、じゃあね、まあ事故のことはね、まあ説明ね、まあしたとしてですよ。野党の情勢はどうなってるんだということですよね。野党。で、まずね、朝日新聞を見るとね、朝日新聞見ると、立憲民主党はですね、工事前の工事前はね、98議席なんですよね。そこからね、大幅にね、えーえー、増加し、増加するということなんですよ。増える。そして、 えー、これはね、具体的なあ、正確な数字で言ったら、138議席ですね。138、えー。で、140議席が視野に入ってくるということなんですよ。ね、うんで。さっき言ったようにね、この上限というのがあって、上限だと154議席ですよ。もうこれかなりですよね。うん、かなりで、ね、自民党との間もかなり狭まってくる可能性がありますね。うん それからもう一つはね、特筆すべきは国民民主党ですね。国民民主党がね、かなり大幅増、大幅増となるね、見通しなんですよ。原油議席が7、7議席なんだけども、えー、これ予測のですね、中心値が21議席なんですよね。相当増やしますよね。ああ、相当増やしますよ。13議席増ですか。ね。ああ。 ということですね、うん。国民民主党はね、かなり増やすというね、ことですね。うん、ねそしてこれがですね、えー、産経 f n n, f n n のね、調査ですね。これ目を移すと、やっぱり同じようにね、立憲民主党国民民主が大幅に議席を積みますと。ということですね。うん、それから共産党もね、伸ばしそうなんですね。うん えっとね、これはね、産経新聞のね、記事によるとですね、えー、立憲民主党幹部がね、こう語ってるんですよ。えー、全国の小選挙区を回ると、自民を懲らしめたいという有権者が実に多いと、まあ。そしてね、政権交代すると感じるぐらいの反応だと。というふうに話してるということなんですよ。そのぐらいね、まあ、立憲民主勢いがあるんですね。うん、ね。 でですね、実際ね、この産経新聞のね、えー、調査によるとですね、過去に自民党と競り合っていた小選挙区で、やっぱり立憲民主党の優勢がね、目立つということなんですよ。ね。そして立憲民主党とね、共産党は、142のね、小選挙区でね、ぶつかっているんだけども、それでもね、この影響ってのはね、 えー、限定的なところでね、済みそうだって言うんですよ。ね。立憲民主党は順調にね、この政権批判票をね、取り込んでいて、この共産党との競合というのは、それほど影響が出ていないというね、そういう調査結果なんですよね。うん。ね。まあ、これは立憲民主党にとってはね、非常にね、幸運なことでしたよね。うん。それからね、国民,民主ですね。 国民民主もね、大きくね、伸びる見通しなんですよ、ね。国民民主党の幹部が演説会場に多くの人がね、足を運んでくれると、ということをね、言ってるんですね,、うん、ね。そういう選挙戦ではね、この手取りを増やすというね、このキャッチフレーズ。これを前面に出してるんでね。まあ、狙い通りだと。若年層とか現役世代のね、これね、非常に取り込みに成功しているということでね。うん でね、支援している労組幹部はね、想定以上の伸びかもしれないと。というようなことを言ってるんですね。うん。まあそういうようなことなんですよ。だからこれ、立憲民主、国民民主ね、えー、これは当然ながら、まあ政権交代に対するね、まあ期待ということでしょうね。うん。やっぱり政権交代に対する期待がね、強いのかなっていう気がしますよね。うん。 それに対してですね、日本の維新の会ですね、日本維新の会。日本維新の会はね、これはね、失速なんですよ。失速ですね。現在の議席をね、守るのが難しいということですね。うん。ね。えー、朝日新聞を見てもね、えー、っと、維新はですね、朝日新聞の調査では、現有議席が44議席なんですよね。44議席が、 えー、中心地が38議席なんですよ。つまり6議席減ですね。うん。う維新はね、こう順調に伸びてきたんだけども、ここに来て、もう6議席減というね、頭打ちにね、えー、来ちゃったんですね。うん。そういう状況ですね。うん。ね。うん。で、これね、スポニチュの記事を見ますとね、えー、これね、吉村、吉村、吉村博文ね、 え大阪府知事ですね。まあ、これ共同代表,代表ですよね、維新のね。その影響力もね、やっぱりね、低下してるっていうんですね。うん。というのはね、これね、えー、っと、吉村さんがね、えー、っと、19日ですね、え工事が初めてのね、週末となった19日に、えー、兵庫県の姫路駅前でですね、えー、維新候補、維新公認候補のね、応援演説に立ったんだけどもね、 駅前に集まったのはね、200人だけだってって言うんですよね。およそ200人ぐらい。ね。まあこれ雨も降っていたって言うんだけども、まあ、200人ぐらい。ね。だから、かつてはですよ。かつては吉村さんとか松井さんがね、来たら2000人は来たって言うんですよ。うんね、この聴衆というかな。うん、このね、聴衆がですね、駅前にね、集まるね、人数が2000人は来たって言うんですよ。 そうすると、まあ、十分の一じゃないですか、はっきり言って。ね。まあ、こういうところにもね、如実に出ているわけなんですよね。うん。ね。そしてね、じゃあその維新がね、失速してると。この原因は一体何だっていうとね、もうこれもはっきりしてるわけですよね。もうこれもね、これ何度も説明していますけどね。うん。これはまず何と言ってもね、大阪・関西万博ですよね。まあ、これがね、あまりにひどいんでね、 あ,あまりにひどいのでね。この建設の費用はね、当初の想定の約2倍、最大2350億円まで膨らんでるわけですよね。これ言ってることとやってることが全然違うじゃないかと、正反対じゃないかっていうことですよね。身を切る改革なんて言ってるのにね、この建設費用がですよ、2倍になってね、2350億円ですよ。 ふざけるなって話じゃないですか。ね。うん。そしてこの万博についてはね、いろんな、こうなんていうかな、表示というかね、お笑いというかね、危ないことがね、すごい次々に明らかになってるじゃないですか。ね。うん。ね。そしてそれプラス、うん、<laughs> それプラスですね、兵庫県のね、えー、斎藤元彦知事ですね、全、えー、知事ね。 えー、これのね、いろんな疑惑がありましたよね。パワハラをはじめとしてね。うん。ね。県職員もね、県の職員幹部がですよ。二人もね、自ら命を絶ってしまったということですよ。これが原因でね。ああ。そしてその斎藤さんがね、なんと小さい、小さいにまた出てるっていう話ですよね。うん。ね。 そしてね、維新はね、この斎藤さんを自民党とともに推薦していたわけですよ。ね。うー、ん、ね、このね、これでまたね、維新に対するね、この、うん、なんていうかな、イメージというかね、これものすごく悪くなりましたよね。うん。ということでね、うん、これ8月にね、大阪で、大阪の美濃市というところでね、市長選があったんだけどもね、ここでですよ、ね、維新がね、 維新公認のね、現職の知事が、現職の市長がですよ、現職の市長が、無所属の新人にですよ、ダブルスコアでね、ダブルスコアの票数で負けちゃったということが起きたわけですよ。これはね、相当ショッキングな事例だったですよね。維新にとってね。うん。現職市長が、現職市長がですよ、ね、 無所属の新人にダブルスコーで負けたっていうのは、ね、しかも大阪ですよ、大阪で。大阪の美濃市でね。これはね、ショックですよね。うん、これ8月ですよね、うん。つまりもう維新はですね、もうね、もうピーク、ピークを過ぎちゃったんですよ、はっきり言えば。ね、うん、当初維新はね、ね、今回の衆議院選で野党第一党になると。 そして次の総選挙で政権をダッシュするんだっていうね、そういうね、大きなことを言ってきたわけですよ。ね。まあ一応戦略というふうに名付けてるんだけども、まあそれは大柄ですよね。うん。ね。ね、それはもうね,すね、今考えるとお笑いじゃないですか。ね。もうピークはね、とっくにもう過ぎちゃってるんですよ。ピークはとっくに過ぎちゃってる。ね。うん。ね、これね、大阪関西万博ね、これ本当 本当に、まあほんの、ま本当にやるんだろうけど、ね。これ何が起きるかわからないじゃないですか。ね。どんな事故が。ね。これほんと怖いですよね。あね。うん。まあそういうような事態なんですよね。うん。なので、維新はだんだんもうね、これはもう正解から去っていくという形になると思いますね。うん。ね。でその反面ですね。その反面というかな。 この、令和ですね。令和新選組。令和新選組がね、すごい今回ね、躍進するんですよ。えー、とね、自民党の予測ではね、今現有、原油が3議席なんですよね。3議席が、えー、中心地がね、11議席ということになってますね。うん。ということは、8議席増ですか。11議席ね。上限が15議席ですよ。これ、15議席なんて取ったらもう大変な、ね、話じゃないですか。 ね。相当ね、躍進そうですよ、令和は。ね。うん。まあ、これはね、とにかくね、山本太郎さんをね、中心にね、えー、ものすごい地道にですよ、あのー、ね、えー、訴えてきましたよね。うん。ね、消費税の問題であるとかね。うん。まあ、当初はね、この原発の問題とかね、訴えてきましたよね。うん。 それがやっぱりね、浸透してきたんじゃないかと思いますね。うんねうん、これはね、ものすごくなんちゅうかな。まあ、明るい、明るいニュースですよね、うん。非常に明るいニュースだと思いますね。うん、ねそれから、共産党がですね、共産党はね、あんまり変わんないんですね。えー、ま現有議席が 10, 10議席ですけど、えー、これはね、予測では12議席ですね。2議席ですね。 増えるのはね、まあ、そういう予測ですね。うん。で、それから社会民主党は、あ、これも1議席で変わらないということですね。それからね、これ日本保守党ね、これ百田直樹さんにご予定でますけどもね、これがね、予測ではね、3議席ですね。3議席確保する可能性があるっていうんですね。うん。まあ、というような状態な、状況なんですね。うん。で、これがね、 また最終盤っていうかな。うん。まあ最終盤、その最後の最後ね、うん。まさにこの26日、25日ですね、えー。ここでね、また大きくね、動く可能性はあるんですよ。動く可能性はある。ね。うん。だけど今現在の状況としてはね、あこれまあ、まあ僕朝日新聞にいたのでね、朝日の事情しかわからないんだけども、えー、正確だと思いますね。うん。今の情勢としては正確だと思います。 そしてその情勢によると、まあ繰り返しですけども、事、え、項、ー、は過半数を割るということです。自民党が200議席、公明党が25議席で合計して225議席。ということは過半数の233に8議席届かないと,ということですね。そしてそれを受けてその先の政治情勢がどうなるか。これはもう本当にね、あのー、わからないですね。 ま、変動が起こることは間違いないです。それが大変動になるのか、小さい変動で済むのかっていうかね、それで終わるのか、それもまだわからないですね。うん。まあ、いずれにしてもこれはね、まあ、その都度その都度ね、えー、この見えるところをね、どん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 ね、えー、紹介して説明していくな、いくしかね、ないと思うんですね。うん。まあ、というようなことでね、 え本日この回はね、これと終わりたいと思うんですけども、最後にちょっとだけね、お知らせタイムでいただきましてですね、これはね、日本を壊した政治家たちっていうね、僕が書いたね、最新刊中の最新刊です。これ安倍さんですね、これ岸田さんですね、特に第二次安倍政権ね、これはね、本当に日本を壊しました。そしてね、その結果、今があるわけなんですよ。今があって、事効のですね、合わせての、 関数割れ、ね。そういうことも予測される。もうその状態になってきたわけですよね。じゃあどういうふうにね、日本をぶっ壊したのかっていうとね、まず一番最初に書いたのはですね、これはね、えー、今の上皇ですね、平成の天皇ですね、それと安倍さんがいかに対立していたかということですね。うん、えつまりね、この平成の天皇はですね、非常に民主主義的なね、考え方をする人だったんですね。 そしてね、安倍さんというのはその真反対なんですよ。それがね、いかに対立していたか、ことごとくね、対立していたんですよ。ね。うん。なので、これ安倍さんがね、そういう民主的な社会を本当に壊したということですよ。でそのことをですね、僕はね、その天皇の相談役の方にじっくり取材してですね、えー、いろんなね、その天皇の考え方、そしてね、あの、実際にこうね、行動を取ろうとしたこともあったんですよ。 だけども、それがね、周りに止められて、それをしなかったということもあったんだけども、そういうね、ことについてですね、えー、これはね、僕はね、最大も漏らさず聞いたので、それを赤裸々に書きました。ね、えー、関心ね、強い人も多いと思うんですよね。ぜひ読んでいただきたいと思います。そして、それだけではなくて、えー、これはね、うんえー、核燃料サイクルのね、問題であるとかですね、うん、あるいは、あ 日本がですね、アメリカから高額兵器を買い続けてきた問題。それによってね、この F35 はですね、自衛隊のね、ものすごいね、事故を起こして、一人パイロットが亡くなっちゃったんですね。その亡くなったパイロットをですね、その責任にしようとしたのが、えー、安倍政権なんですね。うん、これは本当は F35 に問題があったわけなんですよ。そのリポートを書きました。ですね。うん それからコロナですね。まあ、コロナについてもね、いろいろとあるわけなんですよ。ね。うんまあ、そのことについてもですね、最大ものさと赤裸々に書きました。ね。というようなことでね、ぜひね、買って読んでいただきたいと思うんですね。これはね、えー、っと、えー、ハードカバーでね、かなり分厚い本ですね。うん。そしてね、その買い方についてですけども、こ僕の動画のこの下にですね、えー、青い URL があってね、 それはひとつき万札が作ったですね、えー、これ特設サイトなんですよね。この本、この本だけのね。そこをクリックしていただくとですね、まあいろんなね、細かいことが載っておりますので、そこで買っていただければと思います。そしてもう一つはね、この一般書店であるとか、あるいはアマゾンでも売っておりますので、そちらでね、もちろんクリック一つで買ってもらいただいてももちろん結構です。ぜひね、買って読んでいただきたいと思います。自信作です。 ということで、えー、本日はね、まあ、この辺りで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。